昨日開かれた県高野連の常任理事会で7月11日から予定されている県大会を無観客で行うことが決まりました夏の全国高校野球選手権大会が開催されることが前提です日本高野連は今月20日に全国大会の開催について話し合う予定です県高野連の東堂正治理事長は 練習を重ねてきた選手らにプレーの機会を与えるためにも早く感染拡大が収まればと話していました。